お付き合いしてる人いないですね。あ、いないんですか。近々の恋愛っていつぐらいになるんですか。近々の恋愛いや、お付き合いしてたのはもうだいぶ前ですよ。先日芥川賞を受賞され、今最も注目の作家の一人でもありますピースの又吉直樹さんです。どうぞ。はい、おはようございます。お願いします。はい、はい、こちらがですね、本日から発売となります、はい、深いコーヒーエッセイ付きブレンディーボトルコーヒーブックボトルでございます。そうですね、でもいろんな街歩いてて、そのおめでとうみたいな風にいろいろ言ってもらえてすごい嬉しいんですけど、あまりにもおめでとうおめでとうって言われすぎて、僕もちょっと自意識過剰になってもうてコンビニでいらっしゃいます言われてるのに、あ、なんかありがとうございますあやべですか。はい、あやべはなんかでも逆に自分の活路を見出したのが最近最近なんか生き生きしてますよね。肌ツヤがなんか良くなってる感じがしますよね。間もなく、いや僕もだから知らない、具体的なことはどのタイミングか分からないですけど入るはずです。交渉で2年に分けた方がいいっていう話もあります税金の問題があるから。でもね、分けない方がいいんじゃないですか。あ、そうなんですか。どうですかね、僕あんま欲しいもんないんで、綾部はね、その家買った方がいいんじゃないかみたいなことを、うん、なぜかそのその入ってくるお金の使い道をすごい僕にいろいろアドバイスしてすいません、僕はあんまり何も考えてないですね、まだ。この中に4つぐらい、4つぐらい女性に振られる話が出てきますね。実体験ですか。はい、そうですね、実体験ですね。また最近も振られたなんていう話が出たんですけど、なんかその噂僕も聞いたんですけど、はい、なんかね、付き合ってた女性とみたいなふうになってましたけど、はい、そんなことはないですね。お付き合いしてる人いないですね。あ、いないんですか。近々の恋愛っていつぐらいになるんですか。近々の恋愛いや、お付き合いしてたのはもうだいぶ前ですよ。10年とかなっちゃいます。そんななってないですけどもう20代の頃ですからね。彼女いないんだけど、はい、どのぐらいになるの。20代の頃ですね。だから20代も前半後半とあるんですけど、はい、後半ですね。あ、じゃあ5、6年。なんか強がってるみたいな言い方で前半ではないですみたいな言い方でしたけど、でもね、デートとかね、やっぱやりたいですよね。